海外渡航するときに機内持ち込みするバッグのパッキング、その様子をお届けしたいと思います。この5本指ソックス、これがねおすすめなんです。これが旅の健康を守るポイントだと思ってます。はい、皆さんこんにちは、君島十和子です。今回の動画では私が海外渡航するときに機内持ち込みするバッグのパッキング、その様子をお届けしたいと思います。去年から今年にかけて、まあ、結構長いフライト、まあ、ヨーロッパ、主にヨーロッパ向けだったんですけども、して、まあ、何回かね、まあ、いろんなことありました。最近はあの飛行機ヨーロッパ向けがちょっとこうね、ロシアの上が通れないので北極の上を通るんですよ。そうすると飛行機の中がめちゃめちゃ寒かったりとか、あとは今ヨーロッパロストバゲージ多発してます。で、空港に着いても自分の大きいスーツケースが出てこない、こういうことが頻発しております。で、私もそういう経験をしました。なので結構機内に何を持ち込むかね、これ本当にトライアンドエラー繰り返してきたので、それをご紹介しつつ、実は明日からまたヨーロッパに出張に行きますので、パッキングをしていこうと思います。まずは機内持ち込みのスーツケース、こんな感じで用意していきます。日系の飛行機だとCA の方が手伝って上の棚に乗せてくれるんですけども、外資系のね飛行機会社はまあまあ自分でやらなきゃいけないと思います。だからこれにパンパンに詰めた時に余裕でこう上にね乗せられる、これが重要なポイントです。はい、ではまずバッグの中身、はい、スーツケースの中はじゃじゃん、こんな状態になってます。自分のものだから使いやすくすぐ見れるように取れればいいじゃんって思われるかもしれない。まあそれはそうなんですけども、到着した時ではなくって、例えば日本からフランスに着きました、フランスからフランス国内の小さい空港に行く時、荷物検査受けますよね。そういう時に結構ね開けられる率多いんですよ。で、そういう時にバッて開けられちゃった時に結構自分のものが入ってたり見えたりすると、手荷物検査のところでいろんな人が通ってるところでみんな見てるんですよ。だから、まあ、こうパッて開けた時にね、まあ、お洋服ぐらいだったらいいですけど、なんかこう下着とか化粧品とかがこう乱雑にね、こうちらっと見えてたりすると、やっぱそれってなんとなくね嫌だし、あとこうやってきちんと入ってるとあんまりそれ以上調べられることってないかな、私が経験した中ではそうでした。面倒くさく思えるんですけども、自分の身を守るためにもこうやって小分けのポーチを愛用してます。じゃあ早速詰めていきたいと思います。はい、ではスタートしたいと思います。この一番大きいものにはちょっとね衣類を入れていこうと思います。最近ヨーロッパ線は北極の上を通るので途中めちゃめちゃ寒いんですよ、機内が。なのでちょっとね厚手の上着になるようなもの、もちろんアウターとかでもいいんですけれども、ちょっとかさばるじゃないですか、座席に座ってる時に。だからちょっとね寒い時に着られるもの、こういうものを持っていきます。で、最悪ロストバゲージになってしまった時もあちらでね1日分ぐらいはホテルとかでこうルームウェアとかにもなるようなちょっと応用が効くようなものを入れます。そして足元がめっちゃ冷えるので厚手のタイツもしくはスパッツみたいなもの、こういうものも1個あるとすごく便利です。あと飛行機の中で長時間乗るときにちょっと足がむくむよっていう人もいると思うので、まあ、防寒を兼ねてこういう着圧ソックス、これもおすすめです。これも私は必ず持っていくようにしてます。
あとね、飛行機会社によっては結構ねスリッパがすごいペラッペラのところもあるんですよ。なのでちょっとねお手洗いに行ったりとかそういう時になんか破れちゃったりしてストッキングのまんまとかだと嫌なので私は必ず靴下を持っていくんですけども、この北極圏を通る時はやっぱりねあったかいモコモコ系がおすすめで、あと空港内とか歩いたりとかして結構足の疲れが残ってるのでこの5本指ソックスこれがねおすすめなんです。はい、これも飛行機の中で使います。あとは結構ね空気が乾燥していて喉とかやられやすいですよね。なのでこういうストールね、ストールも1枚あるとこの肩口とか首周りとかこういうのをこう飛行機に持っていてもこうやってカバーすることができるので足元とこの喉元これをもう冷やさない、これが旅の健康を守るポイントだと思ってます。そしてあとはちょっとまあここまで大きくなくてもいいんですけども、万が一大きなトランクが手元にない場合もありますね。到着地が違ったりとか日本から飛行機に乗ってなかったりってことがありますので、1日分の下着とかはこの中に、ね、入れて見えないようにして持っていくのがおすすめです。はい、こちら側にはですね、スキンケアだったりとか小物類などを詰めていこうと思います。はい、じゃあスキンケア関係を入れていきます。まずはメイク落としシートです。そしてシートマスク、そして自分が普段使っている化粧水は化粧水とか美容液とかは小分け の, 入れ物に入れて持っていきます。または試供品の1回分とかでもいいと思います。それ以外にもリップクリームとか、あとはこちらはネイルオイル、あとはまあハンドクリームとかも機内乾燥するので持っていきます。あとはマウスウォッシュですね。まあ歯ブラシとかも機内にある場合もあるんですけど、ない飛行機もあるのでマウスウォッシュを持っていきます。それからバンドエード、それから、これはもう絶対必須、コンタクトをしている人はもう何があるかわからないのでなるべく多めに持っていきます。そして目薬だったり、それから、これは消毒用のウェットティッシュとティッシュ、これも必ず持っていきます。それから機内で結構こういうのがあるとね、アイマスクをする場合もありますけども、こういうのでちょっとね目を休める、ちょっと映画とか暗いところで見てたりするのでこういうのもすごくよく眠れたりするので持っていきます。それからこれはホカロン、寒かったりした時にのように薄めのと小さめのを持っていきます。そして機内は乾燥するのでこの濡れてるマスク、これも必ず持っていきます。そして喉のねお薬、こういうものも持っていきますし、あとは機内で飲むようなサプリメントとかお薬も一旦ケースから出してこうやってもう一回に飲む分っていうのは必ずこういうふうに小分けにして入れるようにしています。はい、続いてはメイクポーチです。全部じゃないんですけども、でも何があるかわからないので、一応メイクポーチは手元に置いておきたいなと思います。ポイントとしましては機内持ち込みの場合は普段リキッドファンデーション使ってるよとかクリームファンデーション使ってるよっていう場合でも、私は一個こういうクッションファンデーション、クッションファンデーションだとすぐメイクが出来上がるのでクッションファンデーションを持っていく場合があります。はい、そしてあとはいつも私が自分が使っているものなどは必ずこの中に入れるようにしています。
はい、ということでこちら側にも詰めていきたいと思います。はい、まずはスキンケア、ね、そしてこちらがメイクポーチです。メイクポーチ、そしてこれが、まあ、ティッシュとかハンカチとか、ね、ウェットティッシュの類が入ってます。はい、まだここ余裕ありますよね。はい、ここにはですね、私がまあいろいろ旅した上でこれだけは必要だなって私的に思うものを詰めていこうと思います。はい、それではそれ以外の私が絶対に持っていく必需品です。はい、まずはこちら、機内でね、あの携帯にダウンロードしたね、ドラマとかを見るときに必要なものです。はい、まずは充電器、そしてこちらね、AirPods、これは持っていきますよね。で、以前の動画でもご紹介したことがあるんですけども、これワイヤレスのこういうイヤフォン、これがやっぱり寝ながらとかね、飛行機の座席で長い時間いたりするとコロコロって転がって行方不明になることもある。なのでもうこういうものは必ず持って行って、もうこのまま寝てしまった時でもあ、ないってならないようにしてます。これはもう絶対におすすめなんです。続いてはですね、こちらです。これね、テニスボール1個でもいいんですけども、まあ、こういうもので長時間フライトで背中が凝るよとか足がむくむよとかって言った時に、こういうものでこうコロコロねマッサージできるもの、これも持ち込みバッグの中に入れておきます。そしてまあヘアブラシとかもね、ヘアブラシも持っていきます。さらにはこういう鏡、この鏡なんですけども、電気が LED で電気がつくんですよ。だから真っ暗な機内の中で、あ、ちょっと目にゴミが入ったとか、ちょっとメイク早めにしたい、まだみんな寝てるけどちょっとメイク早めにしたいよとか、ね、そういうことをするときにすごく便利なこういう LED ライト付きの、はい、手鏡、ね、ちょっとこう拡大鏡もついてたりするので便利です。こういうのも持っていきます。そしてまあ、寝るのでコンタクトを外した場合に、ね、メガネ、ね、どっか行っちゃうじゃないですか。なのでメガネケースとそのメガネは必ず持っていきます。そしてペンですね。意外とペンなくて困るなんてこともありますので、ペンを必ず忘れずに持っていきます。そしてこちらなんです。まあ、何にでも使えるんですけども、結構ね、外資系の飛行機ってこういうゴミ袋系置いてないことが多いんですよ。食べたもののゴミとかそういうものが出たりするので、こういうビニール袋は必ず私持っていくようにしてます。こまごましたものをパッと入れておいてまとめておくのにも便利なので、何枚か持っていくようにしてます。はい、そしてこちら、じゃじゃん、エコバッグに入ってるのは、これは全部機内で食べるわけではないんです。現地で食べることも考えての、まあお菓子、日本の味がね、ちょっと食べると落ち着くじゃないですか。なのでこんな、あとはカレー味のおせんべいとか、こういうもの、あとは糖分を持っておくといいなということで、マヌカハニーのキャンディーと一口羊羹、ね、こんなのもおすすめでございます。ではまずさっきご紹介したこのガジェットですね、ガジェットを入れて、そしてあのブラシとか、ね、テニスボールのコロコロとかゴミ袋とか、まあ、こういうものも入れていきます。あ、失敗した。そう、重たいものを下に入れた方が、あの荷物がこう転がすときに安定するので、なるべく重たい、例えばメイク道具とかスキンケアとかを下に入れることをおすすめします。間違えました。で、最後にね、上の方にやっぱりこうね、崩れたくないお菓子とか食べ物系を、まあ、このエコバッグとかに入れて、まとめて入れてあげます。こんな感じでパッキング完了です。はい、これを持って
明日から1週間パリに行ってきたいと思います。皆さんの参考になったでしょうか。なるといいな。はい、なのでぜひね、これに対してもし参考になったらコメントなどでこんなの持っていくと便利だよなんていうのがありましたら教えてください。ということで、この動画がいいねと思った方は高評価ボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。行ってきます。はい、ということでこれから出発したいと思います。昨日パッキングした荷物はここに持ってきました。ちょっとね、あれから食べ物とかちょっと交換とか入れましたけれども、はい、ではこれから約14時間のフライト行ってきます。今公式 LINE にご登録の皆様にはこちらが無料で見ることができます。詳しくは概要欄に書いてありますので、どうぞチェックしてくださいね。